いきなりですが、問題です。この部屋、いつもと何かが違います。一体何が違うのでしょうか？なんだか、光がピカー、シュバーってなってる。一応正解としておこうか。このピカー、シュバーってなっている、光の効果、通称、レンズフレアと呼ばれる効果を追加してみたよ。これ、レンズフレアって言うんだね。このレンズフレアは、どうやって作ったの？今回は、フレアードというブレンダーのアドオンで、このレンズフレアを作ってみたよ。フレアード？このアドオンを使えば、ブレンダー上で、レンズフレアを簡単に加えられる。レンズフレアを加える方法はいくつかあるのだけれど、ブレンダー上で実現しているのはポイント高い。そんなアドオンがあるんだね。ちなみにお値段はおいくら？撮影時の価格は49ドルだったよ。ブレンダーのアドオンの中では少し高い印象だね。悩ましい価格だよね。操作感はどう？簡単なのかな？操作は難しくない。実際に工程を見せようか。お願いします。今回は天候源が一つ、カメラが一つの簡単なシーンを用意したよ。OK。まずはレンズフレアの種類を選ぶ。ちなみに撮影時の段階ではオクタゴナル、サイファイ、ラウンデッド、シンプル、グリーン、アダプティブ、ホライズンズ、サブスタンシャル、クーパーの9種類のタイプのレンズフレアが用意されていたよ。ふむふむ。次にレンズフレアを適用するカメラを選ぶ。あとは光源となるオブジェクトを選んでリストに追加。これだけ。具合を確認する際はレンダープレビューをオンにしてカメラの視点に切り替えればこの通り。これは簡単。しかも初期状態でもなかなか良い感じのレンズフレアだね。あとはひたすら自分のイメージに近づけるための微調整だね。ここの項目でフレアのサイズや色などを調節できるよ。微調整もできるんだね。しかしこのアドオンってどういう仕組みなんだろう。私もまだよく分かってないけれど、フレアードを使うとカメラと光源の間にこんな感じのオブジェクトが生成される。これらをカメラの視点から見るとレンズフレアのような絵になると。そしてこれらのオブジェクトは調整がしやすいようにプロシージャルにできている。そんな感じの仕組みの模様。なんとなく分かったかも。てなわけでレンズフレアを簡単に作れるフレアードの紹介でした。ちなみに公式ウェブサイトを見てみたら公式の紹介コンテンツもなかなか充実していたよ。このアドオンが気になる方はそちらもぜひチェックしてみて。公式のコンテンツが豊富なアドオンはありがたい。しかしこんな簡単にレンズフレアが使えるとついついレンズフレアをかけてしまうな。私の目を光らせるな。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。